ウクライナ軍は2023年9月17日にそれまでの数ヶ月に及ぶ激戦の結果、東部ドンバス地方ドネツク州バフムートの南約 8km にあるクリシチューカとさらにその南にあるアンドリーウカの集落を奪還したことを発表していたよね。だが、その後それら集落を奪い返そうとするロシア軍との間で10回以上の戦闘が行われており、その全てをウクライナ軍が撃退したとしているぜ。さて今回はウクライナ軍がバフムート近郊のクリシチューカの奪還に成功した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍は、9月24日にそのクリシチューカ集落の様子を偵察用ドローンによって撮影した動画を公開したよ。そのドローンによって撮影された動画には、戦争前には約400人の住民が住んでいたとされる。小さなクリシチューカ集落の建物が全て破壊され廃墟と化している様子と、集落の中を通っている道路にはウクライナ軍の攻撃によって破壊された戦車や歩兵戦闘車な、その装甲戦闘車両が数両乗り捨てられている様子が撮影されていたんだ。クリシチューカにある高台からは 8km 北のバフムートとそこに繋がる兵站補給用の道路を見渡すことができ、バフムート奪還を目指すウクライナ軍にとっても、防衛に回っているロシア軍にとっても戦略上重要な拠点であり、このクリシチューカの高台を確保したことで、ウクライナ軍のバフムート奪還に現実味が帯びてきたとする声が上がっているな。9月17日にクリシチューカを奪還したのはウクライナ領土防衛隊に所属する国家警察所属のユート旅団と、第80独立空中教習旅団及び第5独立教習旅団による混成部隊で、その数日前に南隣でやはり廃墟と化していたアンドリーウカは第3教習旅団によって奪還されていたぜ。ウクライナのゼレンスキー大統領は17日のビデオ演説において、これら部隊に対してバフムート地域で領土を徐々に取り戻しつつある戦士たちを評価したいと述べてその栄誉を称えたよ。ウクライナ軍東部戦線司令部の報道官もクリシェイフカ解放を確認したとして、17日にクリシェイフカは正式に占領者から解放された地域の安定化と、ロシア軍が埋めた地雷の除去が進められているとした上で、我々は多くのロシア兵と装備に損害を与え、深刻な敗北をロシア軍に与えたが、クリシェイフカを確保したことでバフムートに駐留しているロシア軍の側面を露出させることに成功し、バフムートへの南側からの兵站ルートである幹線道路 T51 を掌握することが可能な地点まで進出したと述べているね。クリシチューカ近郊のバフムートを見下ろせる重要な要衝である高地からじゃ、ウクライナ軍がバフムートに駐留しているロシア軍やその兵站施設や補給路に対して、精密な砲撃を実施することが可能となるため、ウクライナ軍がこれまで通りに榴弾砲やロケット弾による砲撃によってバフムートのロシア軍を損耗させ、バフムートを奪還する可能性が高まったことが指摘されていて、クリシチューカから撤退したロシア軍はこの地域にあった予備戦力を総動員してクリシチューカの西側を南北に通る鉄道路線と、そのさらに西側に並行している幹線道路 T513 を死守しようと防衛ラインの確立を急いでいると見られているんだ。バフムートを含む東部戦線において、昨年バフムート制圧に貢献したロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊で戦っていた戦闘員が、最近になって戻ってきていることをウクライナ軍が明らかにしているね。ワグネル戦闘部隊の傭兵たちは昨年の5月、多大な損害を出して占領したバフムートから撤退して、支配した地域をロシア正規軍に明け渡して後方に撤退したな。後方に下がって再編などを実施したワグネル戦闘部隊は6月、先日暗殺されたとされる創設者のプリゴジン氏に率いられ、首都モスクワに向かって進軍する反乱を起こしたものの失敗に終わった後、クレムリンロシア大統領府が解体してロシア正規軍への編入が進められているとされていたぜ。ウクライナ軍東部部隊の報道官であるセルヒー・チェレバキ氏は27日、ウクライナに再び舞い戻ってきたワグネルの元戦闘員は、ロシア国防省やその関連組織の一員として働いており、ワグネルの戦闘部隊としてではなく個人レベルで参戦しているとの見方を示したよ。チェレバキ報道官が CNN に語ったところによると、
現時点で、東部前線の我が軍と対峙している各方面のロシア軍には地域ごとに数百人の元ワグネル戦闘員がいるとしているみたい。しかしながらチェレバキ報道官は、元ワグネル戦闘員が復帰していることについては重大視しない考えを示していて、ロシア軍では人員が不足しているため、もはや誰でも構わず最前線に送り込んでいる状況だと指摘しているな。バフムート近郊での戦闘に参加しているウクライナ軍兵士も、元ワグネルの兵士が戦線に戻ってきたとして、CNN に語ったとして伝えられているぜ。このことについてはウクライナ軍のタルナフスキー司令官が、ワグネル戦闘員が東部戦線のみならず南部戦線の随所に登場していることを明らかにしていて、同司令官は一部の方面に元ワグネルの戦闘員が出現しているのは確かであるが、それが東部戦線かヘルソン州なのかは言えないとし、それを裏付ける事実は、ワグネル戦闘部隊の隊員がつけている彼らのバッジが、最前線のあちこちで絶え間なく見られるということだと述べているらしい。同司令官は、これまで対峙していたロシア軍部隊が戦術的な動きについてこれまでよりこなれた動きを示した際には、彼の部下たちはワグネル戦闘員の存在を常に疑っているとも指摘しており、我々が計画した攻撃が、これまでになかったような手立てで阻止された場合には、そこに歴戦のワグネルの戦闘員が介在していることを疑っていると主張したね。このように東部戦線や南部戦線のザポリージャ州などにおいてウクライナ軍の反転攻勢が、ようやく動き出したことが伝えられている反面、ロシア側が黒海からのウクライナ穀物輸出協定を破棄したことによって、ロシア軍がウクライナの穀物輸出を阻止しようと、黒海西部にある港湾都市オデーサなどへのミサイルやドローンによる攻撃を激化させていることが報道されているんだ。オデーサには9月25日にもロシア軍による、超音速ミサイルオニクス2発と巡航ミサイルカリブル12発、ドローン無人機19機による攻撃があり、港に大きな被害を受けているよ。ロシア軍はさらにオデーサに対して、翌26日にも自爆攻撃型ドローン38機による飽和攻撃を実施し、ウクライナ軍はそのうちの26機を撃墜したものの、倉庫1棟とトラック10数台が損害を受けたほか、運転手が2人攻撃の爆発によって負傷したぜ。この攻撃によってウクライナと対岸のルーマニアを結ぶドナウ川の連絡線の運行が停止され、ドナウ川を挟んだルーマニア側から撮影された映像には、ウクライナ軍の対空陣地から発射された栄光弾の赤い光跡が上空伸びていく様子がはっきり映されており、それによって撃墜されたドローンが爆発炎上する様子が撮影されているな。ルーマニア国境警察によれば、この空爆のためにドナウ川の連絡線はルーマニア側のイサクチャ港に係留されており、陸路の交通はドナウ川のさらに上流にあるルーマニアのガラチ経由に変更されたというよ。ロシア軍は、ウクライナの穀物輸出の拠点の一つであるドナウ川河口にあるイズマイル港を攻撃の標的にしているみたい。さらに26日には、ルーマニアとの国境に位置するオデーサ州のウルリフカ検問所がロシア軍の無人機攻撃による攻撃を受け、それを報じたイギリスの BBC 放送によると同検問所はルーマニアとの間にある唯一のフェリー検問所であり、この攻撃によってトラック数十台が損傷して、2人が負傷したとされているね。これについてルーマニア国防省はロシア軍による不当かつ違法な攻撃を非難するとの声明を出しており、ルーマニア側にも無人機の破片が落下するなどしており、ロシアとルーマニアの間においても緊張が高まっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。